皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。Kindle 本でご自身の半生を出したアイシングクッキー講師の西岡さくらさんに話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Kindle 本手伝いさせていただいたんですけど、凄まじい半生で。なんか激しいですよね。激しいってね、いわゆるなんかこう、すごい、めちゃくちゃなことがあったっていうすごいことじゃなくそうですて、ね。なんか、普通の人にありがちな落とし穴に大体ハマってる感が。確かに。そうですね。でも、そこから良くなったっていうね。で、タイトルがですね、高学歴なのに仕事ができず、国際線 CA 就職も、転職ジプシー、人生瞑想を救ったアイシングクッキーということで、なんと、大学卒業して、スッチンになったんですよね。そうなんです。しかもあれでしょ？青い翼でしょ？そうなんですよ。大めっきい会社ちに入れたんですけど、ゃ、もうそれ聞いただけでもうめっちゃすごい人生バラ色だって多分みんなも思い、そして桜さんも同じように思う。そうなんです。あ、もうこれで一生なんかもうね、すべてうまくいくみたいな感じ。あ、どっこいみたいな話ですよそうですね。ね。ねえ。そのね、しかも、高学歴ということで、青森市内でしたっけ、お住まいが。青森市です。で、進学校の青森、あ、東北高校。青森高校ですね。青森高校。青森市の青森高校っていう、一応市内では一番偏あ、差値進が高い学校。ところなんですけど、そうなんです。で、その後、東北大学ですもんね。そうなんですよ。国立の大学でも東北大学ってかなり上ですよね。なんか当時は勉強ができたので、なんか毎日結構コツコツ勉強する感じだったので、その時もでも特に志望校とかもはっきりしてなくて、先生に、東北大学入れそうだから受けたらって言われて受けたような感じだったんですよね。それで現役で入ったんですか？そうなんですよ。すっげえ、超頭いい。本当、予習復習ちゃんとやる、すごい真面目な、多分学生だったと思います。でね、そっから海外の仕事がしたいって言って、しかも、あれですよね、1974年生まれでしたっけ？めっちゃ氷河期の時ですよね。そうです、そうです。そうです。なかなか入れないときです。そのめっちゃ氷河期の時に、まあ、青い翼のアナさんに、しかも、客室乗務員として、しかも国際線に配属されてっていう、もう超エリートコースですよね。なんか、本当に、受かると、最初は受かると思ってなかったんですけど、なんか、よかったな、ラッキーだったのか、浮かれたんですけど。そっから、何が、そっから何？そこから、ちょっとやっぱり入ったら、まあでも、今思えば、何でも最初なんだから、いろいろできないのは当たり前なんですけど、なんかこう、多分、今想像するにですけど、きっとそれまで勉強もできてたのに、きっと仕事が思うようにいかなかった。たことで、落ち込んじゃったのかなと、気持ちが落ち込んでしまったのかなと思います。要は悩んでしまったという高学歴にありがちな音はか。シーンなんですね。そうなんですよ。今だからこそわかるけど、その時はわからなかったけど。なんかもう今まで高校も、じゃあ中学からもう超優秀、高校も優秀、大学でも超優秀も、で、しかもめっちゃいいとこに入った、もう私このままめっちゃできるじゃんと思って入ったのに、あれできないみたいな感そじうでなんですすね。よ。で、それでその後ね、アナさんを辞めてしまって、結構全然関係のない業界に、そうなんです、本当。すごいね、もう、
コンプレックスでしたね。ずっとその関係ないことばっかりやってしまったっていうのが。でもね、その、この、まあ、ぜひ皆さん、この Kindle 本読んでいただきたいと思うんぜですけひ。ど、その時にはそれなりに考えて、こうだそからうなんこうっでていす。う選択肢を、自分の中では最善を選んだつもりでしたよね。そうなんです。ってところが、まあ、この選択肢じゃない方が、あそこに行けばよかったなとそうでか、す。そうね。ですよ。なんか結果やってることが、その今思えば、そのちゃんと自分で考えて、こういうふうにしたことしたいから、こうしようとか、ちゃんと考えてやってたことだったんですけど、まあ、外から見たら、ただその今のことに満足できないですぐ辞めちゃう人みたいな感じだったんだろうなと思います。だ結構ね、読んでると、全部裏目に出てるみたいな感じの。そうなんですよ。なんか、本当自分でも書いてるときに、結構辛い気持ちになってきて。まあでも、でも多分今の、例えば私が20代の頃辛かったの気持ちのような人もいると思うので、なんかそういう人の、やっぱ自分ちょっとこう大変なこともあったからこそ、何かそれを活かせる方法があったらいいなと思って、で、前に風子さんが、なんか、いろんな自分のことを、こう、講座のネタにするとか、そういう、あったじゃないですか、動画講座。それを見て、で、あ、自分も、ただこう、自分の経歴書いただけでも、結構なんか、もしかしたら何か人の役に立てることがあるかもしれないっていうふうに思って、今回、書きたいなと思って、書きました。やー、これね、役に立つと思います。多分、同じようになっちゃってる人いっぱいいると思います。きっとそうですよね。私一いっ人いるってぱい。ことはいっぱいいるんじゃないいかっなっぱいいてる思と思う。うんですよだね。からなんか結局、毎回会社に文句言って、仕事に文句言って、でも違うとこに行けばと思って、また文句言ってっていう堂々巡りで、だけど、高学歴だからプライドだけは高くて、っていう、そうなんですよ。だけど自分じゃ気づかないっていう人が、この桜さんの本を読むと、自分も同じ感じになってるかもって気づける人いっぱいいると思いますね。そうなんですよ。なんか自分ももっと早く気づけてればよかったなって思うので、なんかその、多分すごい自分を責めると思うんですよ。周りの同じ学歴の人に比べて自分が全然できてないなと思って、だから自分がダメだから、本当は勉強とかできてるからできてる、できる、やればできるはずなのに、できないから自分が悪いんだとか、自分がダメなんだみたいに思っちゃって辛い人はいっぱいいるんじゃないかなと思います。それで終わりじゃなくて、でもその後、ね、その、なんか違ったんだみたいなことで、かえって自分のその、まあ、役割とか、得意なところとか、好きなところを見つけて、なんかこう、急にこう、うまくいき始めましたよね、後半はね。そうなんです。でも、絶対結婚したことがきっかけだなって思うんですけど、それまでって、結婚する前は、もう自分を評価するものが仕事しかなかったんですけど、自分、まあ自分がそう思ってたと思うんですけど、でも、結婚したことによって、まあ主婦にもなるし、お母さん、子供ならお母さんにもなるので、なんか仕事で、すごいちゃんとできなくても、できなくてもっていうか、すごい活躍してるっていう感じじゃなくても、自分にはお母さんの役割も、主婦の役割もあるんだなっていうことで、すごい気が楽になったんですよね。なんかその話がすごい素敵で、なんかこう、本当今でだすとどっちかっていうと、なんかこう、ね、もう女性も働いて当たり前とか、なんかもう結婚とか出産はなんかもう大変で、もうなんかやりたくないものみたいな、なんかそういうイメージがありますけど、なんかさくらさんの場合は逆で、よかった、なんか仕事以外に自分がすごい評価されているっていうか、役割があるっていう、その、それをすごい前向きに捉えて、そこからね、逆に好きなことも見つかってっていうのが、なんかそういう捉え方で結婚、出産を捉える方って意外といないんじゃないかなと思って。
や、そうなんですかね。なんか、いや、でも自分は、よく最近こう、結婚しない人が多いとかって、まあ別に押し付けるわけじゃないけど、自分としては結婚したことですごいいい方向に行けたので、自分はすごい良かったなって思います。なんかその、例えば、子供の頃、まあ、本にも書いたんですけど、子供の頃すごい手作りお菓子作ったり、手芸をしたりとかがすごい好きだったんですけど、それもまあ一人暮らしの時だと作っても別に食べてくれる人、まあ、自分で食べるしかないだっ確かたに。ので、でも家族ができたことで、まあ、なんか夢中になって作ったものを誰か食べてくれるし、なんかそれで子供の、あ、じゃあこれ例えば洋服作ってあげようかなとか、そういうので、自分が実は好きだったことを、ずっとその手作りが好きだっていうのは、結構ずっと20代の頃は全く忘れてたんですよ。だからあれでで、すよね、その本当は手作りが得意とか好きだったっていうことがあって、まあ、それを気づいてそういうのを仕事にしていれば、多分全然もう初めから多分評価されてたり確かに。してたんでしょうけど、まあ、全然違う道に行って、なんか違う、なんか違うってなって、結婚して出産になって主婦だみたいになった時に、めっちゃ得意じゃん、これみたいな。子供の頃から好きじゃんみたいな。料楽理、しいみたいな。は手作りとか、あれも、なんか、ね、なんか、逆に言うと、なんか、普通の人だとめんどくさいと思うような、なんかその編み物とかパン作りとか、なんかお菓子作りとか、得意だし楽しいみたいに。で、しかも、それにとどまらず、それをきっかけにね、アイシングクッキーを仕事にしてしまったという。そうなんですよ。なんか、ちょうど自分が始めた頃に、青森にまだ、アイシングクッキーだけの教室みたいなのはなくて、でも自分は最初パン作りにすごい夢中になったんですけど、パン作りしてるうちに、いろんな人のブログ見てたら、アイシングクッキーっていうものがあるのを知って、で、作るようになったんですけど、なんか教室あんまりいないから習いに行けないなって最初は思ってたんですけど、なんかもしかしてこれはなんか自分がやるチャンスなんじゃないかなと思って、ね、そうなんでなんす。かこの本読んでいただければ分かりますけど、なんか今までの仕事に対するちょっと後ろ向きとかちょっと空回り感が、なんかこの好きなものになった途端、これ私のチャンスじゃないみたいな超ビジネス思考になって、成功してるっていう。確かに、そうですよね。なんか、あと前は、20代の頃、働いてた頃は、結婚してるのとしてないのの違いもあるかもしれないんですけど、なんか、いつもこのままでいて将来大丈夫かなとか、そういう、今じゃなくて、未来への不安ばっかりだったような気がするんですけど、なんか、クッキーをやって仕事にするようになってから、もちろん不安が全くないわけではないんですけど、今やってることを一生懸命やろうみたいな気持ちになれたのもすごい良かったと思います。やっぱでもそれあれですよね。やっぱ好きかどうかっていうのは大きいですよね。だと思います。なんか将来役に立つかどうかっていうことよりも、今好きなことでなんかやれることをやりたいなっていう気持ちになれたから、やっぱり好きだっていうのは大事なんだなって思いました。なんかね、やっぱその、この本の人生の前半、その、まあ、就職の前半みたいなところは、まあ、なんかこれをやれば不安にならないかもしれないとか、なんかこう、社会的ステータスだったらこっちの方がいいかもしれないとか、あと、高学歴だったらこういうのやれるようにならないとダメなんじゃないかみたいな。なんかそういう、割とこう、損得みたいなことで選んでって、ことごとく自分と合わないものみたいになってしまって、だけど、その手作り好きでアイシングクッキー、別にアイシングクッキーやって将来不安が消えるとか得になるとはね、普通思わないで、でも好きだからめっちゃ夢中にできるし、青森に教室ないんだったら私やっちゃえばいいんじゃねみたいな、それで結果としてテレビにも取り上げられたりとか、そうなんですよ。地元のテレビね、に、地元のテレビ4つぐらい出ました。すごい。ガラッとね、その、自分の好きを再発見して、それを仕事にしたら、急になんか、ね、この前半の、なんか読んでる方もだんだん辛くなってきて、この方大そう丈夫ですよかみね。たいな。
このままどうなっちゃうんだろうみたいになったら、はい。お、なんか結婚式してだんだん変わってったぞみたいな。なんかもう、ね、前半と後半でガラッと変わりますよね。本当に良かったですね。なんかあのままだったらどうしようっていうのはちょっと思う時があります。いや、だけどなんかやっぱりそういう人って絶対いっぱいいるはずなので、なんかそういう人に、まあ、さくらさんみたいに前半はちょっとそれあれだったけど、気づいたらすごくうまくいったみたいな、そのね、人生のモデルの一つになりますよね、この本はね。なったらいいなと思って、こう、あ、じゃあ自分も大丈夫だな、みたいに、こう、昔の自分みたいな人がいたら、思ってほしいなって思いますね。で、あれですよね、あの学校で職業講話もされたんですよね。そうなんです。なんか、で、自分は結構その自分のその過去の職歴のことはもう恥ずかしいって思ってて、全然何の統一性もないし、なんか言えない、話せなかったんですけど、もうなんならその前の会社とか学校名とかも全部もう言いたくないみたいなふうに思ってたんですけど、その本にも書いたんですけど、ドリームプランプレゼンテーション青森っていうプレゼン大会があって、それに出て、こう自分のその夢と諦めない理由みたいなのプレゼンを作るんですけど、なんかそれを経験したことで、その職業講話で自分が、さっきあの、その、さっき笠子さんがその時は自分はこういうふうに考えて選んできたんだけどみたいな、そういうのをちゃんと整理できたら、あ、自分は別に、こう、すごい嫌だから投げ出してたわけじゃなくて、ちゃんと理由があって選んできて、で、結果、今のところにたどり着けたんだなっていうことを自分でもわかるようになったし、人にも、こう、そういうふうに伝えれるようになったことで、その職業講話、にも頼んでもらったと、中学校だったんですけど、お話ししたときに、こう、なんか、ちょうど、その先生が最近話したこととも、なんかリンクしてて、で、自分、話せたことが自分でも嬉しかったし、こう、みんなに、その、先生とか中学生とかに話聞いてもらったことも、本当に嬉しかったですね。なんかね、今回はだからそれをもう、今回はね、本にまとめて読んでもらおうって感じですよね。あ、そうですね。いや、素晴らしいです。だからもう、ね、なんかこう、仕事に悩んでる方とか、ね、こう、自分の役割って何だろうみたいな方とか、まあ、職業とか生き方、働き方に悩んでる方とかはすごくいい本ですよね。ありがとうございます。いや、でも本当に、かさこさんに、こう、直してもらったことで、最初は、こう、自分が文章をこう、一生懸命書いてたんですけど、その本当は7月中に出したいって思ってたんですよ。でも、まあ、ちょっと時間が取れなかったとかも、まあ、夏休みで忙しかったのもあったんですけど、なんか進まなくて、で、全部こう書いてみたけど、なんかこれ私がその言いたい、そういう自分の過去の自分みたいな人を元気づけたいっていうことを、目的が、ちゃんとこう、それが伝わる文章なのかがもうわかんなくて、ただ自分のなんか言いたくない過去を言うだけみたいな文章になったらあんまり意味ないなって思って、で、どうすればいいのかなって悩んでたんですよね。で、ちょっと Facebook に書いたら、かさこさんがコメントくださって、で、それをお願いしたんですけど、いやでも、なんかその、直していただいた文章を見たら、そう、これが言いたかったんだよ、みたいな。自分でも表現できない自分が言いたいことを、ちゃんとこう、なんか、表現してもらえたっていうか。だから本当に、自分が頑張って書いたことが無駄にならなくて、本当に良かったなと思いました。いありがとうごやざー、よいまかっす。たです。いや、もう。いや、なんか多分ね、自分で書いてると、その、誰かを元気づけるためにこの過去の人生を書いてるんだけど、多分自分で書いてると、もう、ただひたすら、こんなことあった、こんなことあった、こんなことあった、みたいな。あ、でもこんなとも悔しくて悲しくて、みたいなことだけにやっぱなりがちになっちゃいます。引っ張られちゃいますよね。ああ、やっぱりそうなんですね。どんどん、なんか、なんで、こんなにこれ書かなくてもいいのかなとか、いろいろこう考えてるうちに、ただ全部出すみたいになっちゃって。だから、そういうふうになりかけてたところを、ちょっとちょうどいいふうに
作ってもらえたのが良かったですね。よかったと思う。僕が言うのもなんですけど、あのままね、ご自身で出されちゃうと、まあ、汲み取れる人は汲み取れると思うんですけど、汲み取れない人だと、なんか、ただこの人は辛い過去に同情してほしいだけなのかな、みたい確かに、に、なんか、なっちゃいますよね。そう。で、しかもなんかさっき、結構同級生とかも、なんか早速呼んでくれた人がいて。で、なんかその同級生からなんか LINE もらったんですけど、なんかその自分が、こう、言いたかったことを、こういうことを言いたいんだなって思ったみたいに書いてくれて、で、ああ、まさにその通りなんだよって思って、なんかそういうの、あ、ちゃんと伝わってるんだなっていうのも、分かったので、もう良かったです。いや、よかった。なんか、でも、本当になんか、僕の講義をめっちゃちゃんと聞いてくれて、すごい重大転機にして、で、ちゃんとこう、あ、目そう、覚池め田をさんつの真け似して。て、で、ただ終わりじゃなくて、一つずつに、教訓みたいなのをつけて、あ、ちゃんと講義を踏まえて、作って、だから、なんかその骨格がしっかりしてたので、手直しはすごいしやすかったです。あ、本当ですか？いや、私、なんかもう、すごい、時間かかるって大変なんじゃないかなって、すごい思ってて。でもね、思ったより大変でした。はあ、嫌ですよね。なんかい、すいません。大丈夫いでしや、たか？なんなんか、か初め見たときに、あ、体裁だけパーッと見たら、すごいもうまとまってるから、ああ、見た目は、見た目あ、そんなになんかこれ手入れなくても、は。なんかちょっと読みやすくして、ちょっとね、すればいいのかなと思ってみたら、あ、これ結構、多分手を入れないとダメなやつだぞって、やり始めああ、た。ですよね。なんか、いや、絶対大変だろうなと思って、なんか、大丈夫じゃなかったんじゃないかなって。だけど、それこそ、そのプレゼンした動画とかも、見せていただいて、で、まあ、あとね、まあ、もともと、さくらさんを知ってるからっていうのもあるので、さくらさんが、なんとなくどんな方なのかも分かってたので、大変でしたけど、まあ、多分、さくらさんが伝えたいことはこういうことだろうなっていうのは、なんとなく、ちょっとこの3日間ぐらい、さくらさんになった気持ちでずっと書いてました。ええー、いや、なんかすいません、本当に。なんか、そいの、ありがとうございえいえ、いえいえ。でもなんか本当すぐ頼んでくれたので、よかったです。なんかすぐにこっちもなんか、よしやろうみたいな感じになったので。あ、よかったです。いや、私も本当実は、なんかこう、その悩んでる時に、あ、なんか、かさこさんになんかそういえばみんなこう、いろいろやってもらってたよなって思ったんですけど、でもなんかこれ、自分は何をお願いすればいいんだろうっていうのがわかんなくて、ただこう、なんか一旦原稿をくれれば、なんかそういうのこう、どこ直せばいいかみたいな、こういうふうにこう連絡してくれたので、あ、じゃあ、そういう、何をどう直せばいいかっていうと、どこをやってくれるかっていうことまで考えてっていうか、判断してもらえる。からすごい良かったですね。もうなんもうか何をね。お願いすればいいのか分かんなかったので。で、あと多分きっとその、Facebook の悩みをの投稿されたときに、あ、多分これアドバイスじゃなくて、僕が多分手を入れるところまでやらないと、多分これはこうで、なんとなくこういう方向性に持ってった方がいいですよって、多分アドバイスしても多分自分じゃできないから困ってるんだろうなと思ったので。ああ、確かに。そうですよね。なんかその伝えたいことを伝える文章にしなきゃっていうことは分かってるけど、それをどうしたらいいかが、多分自分でやったら、もう多分年内にもできないし、そうですよ ね。年内、てか年内かかっても出せなかったかもしれないっていうか、そやっんぱな。りこれちょっと出せば出してもこう、あんま意味ないからやめようかなみたいになっちゃってたかもしれないなって思います。なので、なんか、あ、もうアドバイスじゃなくて、僕がもうね、こうしたらどうですかっていうのをもう書いて出しちゃった方がいいんだなと思って。ああ、まさにその通りでした。いや、本当にじゃないと多分出来上がらなかったと思います。でも、やっぱなんか、すごいなんか、結構削ったところもあって、でも、もしかしたら、さくらさんが、これは別に、誰かに読んでもらうっていうだけじゃなくて、自分の記録として、こういうこともあって、こういうこともあってっていうことも、残したいっていうことであったら、あんまり削りすぎるのもな、と思いつつ、
あと、あ読み手だったらここいあ。はい。らないなっつって、バシャッとあちこちあ、うんうん。あ、でも、それも、それも含めてなんですけど、なんかこう、やっぱり客観的に、だんだん自分の感情を輸入してきて、客観的に見れなくなってきてるなって思っていて、で、自分のは、本当にもともと最初から書いてたのは別に取っとけばいいので、その、あ、ででも、すよね。ですね。そうそうです。だから目的は、その、なんていうか、別に自分が、削ったとこが、ダメだっていうことじゃなくて、なんか伝えたい目的をそうです伝えるね。ためには、達成するには、なんかやっぱりいらないとこ削んないと伝わらないなっていうのを客観的に見てほしかったっていうか、のもあったので、それは、やっぱり、全然必要なことだったと思います。なんか自分でも、いや、これどこまで書けばいいんだろうって最後本当にわかんなくなってたので、まあそうでうん。すよね。自分のこはとい。だとちょっと分かんなくなりますよね。はい。さらになんかその、きっと、かさこさん、なんかそういう、こう、大規模に変えたいけど、変えたいっていうことを、なんか、悪いなって思って、私に言えないんじゃないかなって、途中でこう、メッセージのやり取りをしてるときに、ちょっと思ったんですよ。で、それで、だからなんかこう、あ、なんか直すとこいっぱいありましたよね、みたいに、ちょっと、書いてみたんですけど、いや、なんか、ね、言いづらいだろうなって思って。で、まあ、どこを削るかとかは自分でも、分かってなかったので、何かしらこう、大規模な何か変更は必要って本当は思ってんじゃないかなってちょっと思ってたんですよ。そう、まあ、一応ね、さくらさんの依頼を受けてやってるので、なんかその、もし変えてほしくないっていうことだったら、ね、あんまり手を入れちゃうのも良くないかなと思ったので、なんか、大規模っていうか、まあ、結構修正するけど、いいですか的なニュアンスをちょっとね、事前に置かせていただいて。あ、うん、全然、それは、本当にその、客観的に見て欲しかったのもすごいあったので、ありがとうございます。勇気を出していっていただいで、て。あと大なん丈か夫。表紙も僕はデザイナーじゃないので、まあ、あくまでラフ案みたいな形なんですけど、表紙もどうでした？大丈夫でした？あ、いや、なんかだからむしろこう、いや、全然そのまま使う、あれ選んだやつが一番いいなって思って決めたんですけど、なんか、いや、自分は全然使いたかったんですけど、あ、逆にこれ、なんか、そのまま使わせてもらって大丈夫だったのかなって思ったんですけど、ああ、大いいで丈す、夫。いいです。もう、それは別にそれ大も丈夫なんですけ込みの料金ですから。じゃあ、いや、全然すごい良かったです。なんか、やっぱり、すごいかっこよくできるなって思って、あれ、いいなって思いました。僕もしかもなんね、か自分はピンクが好きなんですけど、なんかピンク色だものが入ってたので、あ、なんかより嬉しかったですね。あと、あえて写真をちょっと、ね、セピアっていうか、モノクロみたいにしたんですよね。で、僕もあれが一番いいかなって思ったんですけあ、ど、まあ、本当ですか？あ、よかった。でも、ちょっとイレギュラーな案なので、まあ、普通はカラー写真にして、まあ、ちょっと目立つ、ベタな、ね、ピンクの色をつけてっていう方を、多分そっち選ぶんだろうなと思ったら、お、こっち選んできたと思って、僕が一ああ、番嬉気しい。に入っよてかったんたですでよ。す。よかったです。なんか、ああいう感じの、こう、組み合わせも、いいなっていうか、好きな。まあ、カラフルなのも好きなんですけど、うん。よかったじゃあ、なんか選んで。よかったです、よかったです。はい、よかったじゃであ最す。後にぜひ本の宣伝をお願いいたします。ちょっと一生懸命書いたので、ですね、なんか、今まで話したような、ちょっと私が昔悩んでたようなことで、同じようなことで今悩んでる人がいたら、何か参考になったら嬉しいので、ぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。いや、もう感想本当をに教ね、えてくれたら嬉しいで本当す。に、よくありがちな、人生の瞑想してしまいがちなところが書かれているので、ぜひ皆さん、Kindle で、読み放題で読みますので、ぜひ概要欄にリンク貼っておきますので、読んでいただければな。あとね、なんか職業講話とか講演とかあればね、もう、あ、そういうのも。確かになんか私でもよかったら、全然やらせてもらいたいので、よかったら、特に青読んでく森のださ方ね。い。ね、青森の方、特に。そうですね、青森の方はすぐ近いので、どこでも行けるので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はではい。すね、高はい。学歴なのに仕事ができず、国際線 CA 就職も転職ジプシー、人生迷走を救ったアイシングクッキーということで、アイシングクッキー講師の西岡さくらさんでした。ありがとうございましはい。はい。はい。ありがた。とうございます。